はい、それでは、時間になりましたので、午後の部を始めたいと思いますけれども、よろしいでしょうかね。午後は3事件についてお話しいたしますけれども、午前の部で何か質問等ございますでしょうか。よろしいですか。はい。そしたら、じゃあ、3事件についてお話ししていきたいと思います。基本的なところはですね、お話を聞いていただければ分かると思いますけど、そんなに大きく変わるところはありませんけれども、3次元になりますので、扱うデータ量も多くなりますので、午前中ね、ご質問出たような、ああいう自動化とかそこら辺が、そんな大したことやってるわけではないんですけども、必要になってくるということです。で、解く問題は、こういう比較的単純なですね、3次元の定常熱伝導ということで、ラムダですね、この熱伝導係数は午前中と同様、同じです。それで Q というですね、これ発熱量が場所の関数になっています。それで、全体としてはですね、NX、NY、NZ っていうのは要素数なんですけれども、各方向ですね。で、一辺長さ1の立方体が、それぞれの個数あるというような、そういう形状です。で、境界条件としては、この Z イコール Z マックスのこの黄色い面ですね。ここに T イコール0という温度固定の境界条件を入れているということです。それで、体積あたりの発熱量はですね、メッシュの、この中心ですね、重心と言ってもいいですけれども、その座標、XY 座標ですね、XC、YC とするとですね、XC プラス YC に比例するような、そういうですね、発熱量になっています。ですから、原点がここにありますけれども、原点から遠ざかれば遠ざかるほど、温度が、温度がっていうか、発熱量が大きくなるという、そういう設定ですね。で、基本的にこの上が、こうってね、0度で、だんだん発熱してるんで、下に行くに従って温度が高くなっていくんですけれども、ですね、この発熱量が、場所によって分布しておりますので、原点から遠いところがですね、今動画が出てますかね。ちょっと形歪んでますけれども、今回してますけれども、ちょうどですね、ここら辺が原点ですね。で、原点から遠くになるに従って、赤ということで温度が高くなっているのが、ざっとわかるんじゃないかと思いますけども、こんな感じで、温度が分布していると。はい。概要、処理の概要については、午前中と基本的には、それほど変わるものではありません。はい。では、プログラムも一緒ですね。はい。ただ、午前中の1次元の例ですと、プログラムの中で、メッシュを作ってたんですけれども、今回はですね、やや、処理も大きくなりますので、メッシュジェネレーターを別途用意してですね、そこで作ったものを読み込んで計算するというような格好になっています。で、午前中と同じようにですね、3次元要素の定式から始まって、どういうふうに適用していくかというあたりですね。3次元になるとやや計算が複雑になりますので、そういうところも含めてお話ししていきたいと思います。まず3次元に行く前に2次元というのがあるわけなんですけれども、2次元も3次元もそれほど考え方として変わるわけではありませんが、1次元とは大きく違うんですね。で、まず二次元への拡張を考えるとですね、三角形要素っていうのがですね、割と一般的に、特にこの教育用では広く用いられていてですね、先ほどご紹介した教科書の中にもですね、三角形要素を扱っているようなものも結構あります。三角形便利なのはですね、任意の形状を扱うことができます。これは昔やった津波の計算なんですけども、これが四国で、九州で紀伊半島ですね。このいわゆる東南海のメッシュを切ってるんですけども、かなり複雑なですね、海岸線のメッシュなどもですね、三角形であれば、割と簡単に切ることができるんで、そういう意味で便利なんですね。あと、計算の手法もですね、比較的三角形の定時要素って、解析機械があるんで、午前中の一次元の要素と同じように割と扱いやすいんですけれども、精度があまり良くないんですね。特に一次要素は精度があまり良くないので、一部の問題を除いてあまり使われません。で、工事の
三角形要素、あるいは三次元だと四面体要素っていうのは比較的精度もいいので、まあ、広くは使われてるんですけれども、ただちょっと工事要素はですね、いろいろと複雑になるので、短い間にですね、この供給のプログラムで教えるのはなかなか難しいということで、まあ、今回はですね、四角形、三次元になると六面体になるんですけれども、それを扱うということにいたします。で四角形なんですけれども、一次元要素と同じ形状関数をですね、XY 軸に適用することによって、四角形要素の定式化は可能であるというか、簡単にできます。で、三角形と比較すると、まあ、定時要素の精度は若干いいということがありますので、まあ、結構使われています。ただ、一次元要素と同じやり方でやるとですね、各辺が座標軸に平行な長方形でなければいけないので、例えばこういうですね、ちょっと、まあ、不等辺な四角形って扱えないんですよね。すると、まあ、差分ほど変わらないので、あまり、便利ではないということなんで、まあ、とりあえずですね、こういう形状がですね、扱えるような方法を、使ってやることにします。で、そのためにですね、この自然座標形、あるいは局所座標形とも言います、要素座標形とも言います。いろんな呼び方があるんですけど、まあ、みんな同じ意味なんですけれども、この講義では主に自然座標形という呼び方を、します。XY がですね、まあ、普通の、まあ、空間の座標形だとするとですね、この自然座標形というのは、この具材ータと、形で、まあ、本来こういう不等辺のですね、四角形がですね、このプラスマイナス1の間のですね、この単位、正方形ですね、これに変換されてですね、この空間の上で計算をするという、そういうですね、仕組みです。各要素のですね、この全体座標形、グローバルコーディネートってこれ XYZ ですけれども、これにおける座標成分をですね、自然座標形における形状関数、これ従属変数の内装に使うのと同じ N ですけれども、これを使って変換するということです。ですから、この N っていうのはですね、まあ、こういう要素の中での、まあ、この講義の場合、温度分布を計算するのに使うんですけれども、この座標形ですね、この自然座標形の上のですね、で、この座標形の変化を扱うというですね、そういうことになります。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、各接点の座標、今2次元なんで、XY のこの1から4までというふうにしましょう。で、温度を T1 から T4 というふうにします。でね、まあ、この1、2、3、4という接点がですね、それぞれこの1、2、3、4というですね、この自然座標形の、この接点にマッピングされるわけなんですけども、温度はですね、この具材イーター系のですね、この座標形の中で、N っていう形状関数を定義します。で、この形状関数は具材とイーターの関数ですね、こっちの座標形の関数です。N×T の、まあ、この4つありますからね、その、線形結合として表せるわけです。で、これと同じですね、形状関数を使ってですね、X と Y ですね。X と Y の座標もですね、この具材イーター系で表現するという、そういうですね、方式を取ります。ですから、まあ、この式だと温度なんですけれども、この X とか Y の式だと、X 座標とか Y 座標というのが、この1、2、3、4における値そのものということになるわけですね。で、それをですね、この上で表すということになります。で、t とですね、この xy の違いはですね、xy の場合はもうこれ値分かってますよね。ですから、これをなんか新たに求める必要はないわけです。それに対して t の方はあくまでも未知数ですね。これはまあ、計算してやらないと求まらないということになります。はい、なんで、こうやってですね、具材eta というですね、座標形に変換してやってですね、xy もですね、同じこの t という温度というですね、従属変数と同じように扱うというのが、この、自然座標形を使った方式のやり方です。で、工事の補完関数を使えばですね、曲線とか曲面も扱うことができます。まあ、そういう意味でですね、この自然の形状に近いということで、自然座標形というふうに呼んでいます。で、一般的にですね、この t と x と y、同じこの形状関数を使ってますけれども、こういう、要素のことをですね、アイソパラメトリック要素って言います。まあ、アイソって同じって意味なんですね。で、これに対してスーパーパラメトリックっ
ていうのがあってですね、スーパーパラメトリックはですね、この xy の形状関数がですね、あの t の形状関数に比べて高次である。ですから、まあ、2次以上である場合にスーパーパラメトリック。で逆に定次である場合にですね、あの、サブパラメトリックというふうに呼びますが、まあ、一般的にはですね、あの、このアイソパラメトリック要素というのが広く使われています。要は、あの、座標系とこの従属変数全部同じ形状関数を使うんですね。はい。ここまでよろしいでしょうか。では、まずですね、この二次元のこの自然座標系の上で自然、形状関数というのを考えてみましょう。まあ、これはですね、あの、座標軸にこうやって辺がもう平行だってことが分かってますので、まあ、割と、あの、簡単にできるわけですね。で、あの、先ほどの一次元と同じようにですね、t イコール α1 たす α2 かける具材、プラス α3 かける η、プラス α4 かける具材 η という形でですね、表すことができます。で、各接点での条件によってですね、この α1 から α4 まではですね、あの、温度、まあ、これ実際、あの、未知数なんですけども、温度を使ってですね、あの、こんな形で表すことができます。で、元の式に代入してやるとですね、まあ、T1、T2、T3、T4 を使ってですね、まあ、こういう形で代入できるわけですね。で、これをですね、まあ、実際 T1 から T4 までって未知数なんで、温度を使ってこうやってですね、整理してやるとですね、まあ、それぞれですね、4分の1かける、この具材イーター、具材かけるイータがかかったですね、こういうあの式で表すことができます。で、まあ、いわゆる因数分解ですね、因数分解をしてやるとですね、1プラスマイナス具材イータのですね、この、2つをかけたものとして、この係数が表されるということがわかります。t1 に関するですね、このかかっている項というのが、1マイナス具材かける1マイナスイータですね。で、この2に関しては、具材がプラスになります。で3に関しては具材イータともにプラス。で、4に対しては具材がマイナス、イータがプラスということになります。でまあ、ここまでご覧になってもうね、皆さん、予想がつくと思いますけれども、この4つですね、T1、T2、T2、T3、T4 にかかっているですね、この具材イータの、まあ、多項式ですね。これを、がですね、この自然座標系における形状関数で、まあ、それぞれ N1、N2、N3、N4 というふうに呼ばれます。で、まあ、元の式に代入してですね、まあ、ti について整理すると、まあ、こうやってですね、t イコール、まあ、ni ti の、まあ、1から4までという形になるわけです。で、これがそれぞれ形状関数になっているというのは前のページに述べた通りです。で、こういう要素のことをですね、総一次、まあ、2方向にですね、一次になっているんで、バイリニアですね。で、バイリニアの日本語訳として、総一次というふうな訳語が使われます。三次元の場合はですね、三方向にリニアなんで、トリリニアって言うんですけども、トリリニアの日本語訳っていうのは、なんか見たことないですね。はい。なんで、トリリニアは、まあ割と、カタカナでトリリニアとみんな呼んでいます。でですね、形状関数の性質っていうのを午前中お話ししましたけれども、その点においてですね、1とか2とか3とか4っていう、それぞれの点においては1の値を取る。それ以外では0の値を取るというお話をしました。例えばこの N1 ですよね。N1 の場合には1マイナス具材かける1マイナスイータですので、この1番の点というのは具材もイータもマイナス1ですから、1引くマイナス1ですから1たす1ですよね。ですから2かける2で4で4を4で割って1ということで、1番のところでは1になります。ただ、それ以外の点ではですね、どっちかが必ず0になりますよね。ですので、N1 の値はこの1番の点以外ではゼロということになります。他も同じです。はい。まあ、これ形状関数のですね、基本的な性質がここでも満たされているということがわかります。まあ、これが二次元なんですけれども、じゃあ三次元どうなるかってことなんですね。で、まあ、三次元はですね、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、三角形に相当するのが四面体なんですよね。で、これ二次元における三角形と同じような問題を抱えています。なので、6面体要素ですね。定時の6面体要素。で、かつこのアイソパラメティック要素。今ご紹介した2次元のですね、四角形の要素をそのまま、3次元に拡張したものですけれども、それを扱います。
で、3次元の自然座標系における形状関数というのはですね、まあ、基本的に同じことをやるんですけども、3つ目の座標軸として、このチェットというのが加わります。それで、t、x、y、それぞれですね、n×t とか n×x のこの一次結合、あと z も入りますね、今度はね、表されるわけですけれども、それぞれこの具材イーター、z、自然座標系における関数です。で、まあ、n1 が8分の 1×1 引く具材、1引くイーター ×1 引く z ということで、まあ、今度はですね、1プラスマイナス具材イーター、z のこの3つのですね、積ということになります。例えば5番ですよね。5番、n の5というのは、具材がマイナス1、イータがマイナス1。で、z が1ですから、マイナス1引いてマイナス1引いて1を足すですから、これ 2×2×2、8ですよね。で、8を8で割って1ということになります。で、同じようにですね、この n5 の、形状関数っていうのは、5番の点以外のこの頂点では必ずどっかの項が0になりますので、値は0になってしまうということです。まあ、同じように他の点もなりますので、後で、時間があったら確かめてください。はい。これが、すごく簡単ですけれども、3次元のですね、このアイソパラメトリック要素、これ自然座標系で定義してますけれども、その、定式化です。ここまででご質問ありますでしょうか。で、おそらくですね、皆さん疑問に思っておられるだろうと思われるのがですね、これあくまでも、自然座標系の話なんですよね。で、本当のこの XYZ でどうなるだろうかっていうあたりは、この後でまたお話をしていきますので、少しお待ちください。よろしいでしょうかね。はい。ではですね、同じようにガラーキン法を適用します。で、これは午前中お話した1次元と全く同じです。ただ、今回項が3つに増えておりますので、まあ、ちょっとこの残差の項も長くなっているってことですね。で、n かけるこの、t の xyz 方向の2回微分の、ものにこうやってかけてやるということになります。で、今度はですね、この3次元のグリーンの定理を使うということで、まあ、ちょっとこの、微分のね、記号とかも少し、スペースを省略できるように短くしてあります。あとも表面積分はもう最初からこれ省略してありますけれども、これが2回の微分の項ですよね。それで、こちらがですね、こういう形で表すことができるということです。で、これにですね、t イコール n ファイとか、いうのを適用しますと、まあ、t の xyz 方向の微分というのはですね、まあ、n の xyz 方向の微分で表すことができるわけですよね。ですから、それにですね、この tx, ty, py, tz というところにこれを代入してやりますとですね、まあ、結果的にですね、こういう式が得られます。はい。で、これが解くべきですね、まあ、積分方程式ということになって、1次元の場合、この1個だけだったんですけれども、2次元、3次元になると、この y による微分、z による微分という3つの、項で、できているということになります。まあ、これも弱形式であるということで、まあ、同じことが書いてあります。ですので、要素マトリックスもね、少し複雑な形になってですね、こうやって3つの項から構成されているということになります。で、1次元の場合はですね、要素マトリックスが 2×2 だったんですけれども、まあ、今回8接点ありますので、8×8、まあ、64成分を持った行列ということになります。ですので、まあ、この、ij ということになりますけれども、この、i から j が1から8までのですね、まあ、ある成分を、計算するということになります。まあ、この場合だと i が3で j が7ですかね。はい。ということですね。で、k のですね、各成分というのは、まあ、結局それぞれこの、形状関数由来の n とですね、あと、こちら側の内相関数以来の n ですよね。あ、失礼。形状関数というか、重み関数ですね。失礼。ですから、ガラーキン法の場合、重み関数と、この、ですね、この形状関数一緒なわけですので、重み関数以来の、この n の番号が i ですね。で、形状関数由来の、n の番号が j と
ということになります。ですから、Ni の X による微分、Nj の X による微分を掛け合わせたもの。同じように I と J の Y による微分、Z による微分を掛け合わせたものを積分して、この Kij というものを求めるということになります。で、一次元の場合だとですね、解析的に、この積分を計算することができました。で、実を言うと三角形とか四面体もですね、定時要素ですと同じように、解析的にですね、求める方式というかですね、公式があるんですよ。ですので、非常に簡単に求めることができるんですけれども、この四角形要素になるとですね、数値的にその積分を求める必要があります。で、数値積分っていうとですね、おそらく皆さんも、習ったことあるんじゃないかと思いますけれども、有名なのが台形公式とか、シンプソンの公式というのがありますが、ここではですね、ガウスの積分公式、ガウス・ルジャンドルの積分公式とも言われます。これ比較的精度が良い方法ということで知られておりまして、あと後からも出てきますけれども、この自然座標系を扱うのに非常に扱いやすいんですよね。ですので、このガウスの積分公式というのを扱うことにします。で、ですね、要は不定積分を解析的に求めて、値を入れるっていうのではなくてですね、有限な数のですね、サンプル点における値を利用するということになります。ですから、この X1 から X2 の FX を積分するのにですね、あるサンプル点で、ここでは M 個のサンプル点がありますけれども、あるサンプル点における値と、それに何か重み係数をかけて、それを足し合わせることによって、こういうですね、積分を求めるというのが、この数値積分の方法なんですけれども、それを使うということです。当然、サンプル点の数が多ければですね、正しい答えが出るであろうということは予想されるんですけれども、ただ、点数が多くなればなるほど計算時間がかかりますので、そこら辺ですね、非常に難しいんですが、比較的ですね、この方法はですね、少ないサンプル点でかなり正確にですね、積分を求めることができます。例えばですね、fx イコール sinx っていうのを、この0から2分の π まで積分してみましょうです、ね。これ皆さん答えご存知だと思いますけど、1ですよね。この水色の部分の面積というのは1というふうになります。シンプソンの公式っていうのは最低3点あればいいので、3点こうやって選び出します。0と4分の π と2分の π ですよね。それで公式を適用しますと、面積は 1.0023 ということで、これかなり精度いいですよね。はい。0.2% 程度の誤差で、わずか3点で求めることができます。で、ガウスの積分公式、これいろいろあるんですけども、とりあえずここでは2点取るような、形式というのを考えています。で、ガウスの積分公式の場合はですね、全体をですね、この1次元の場合にはですね、マイナス1から1までにですね、これ、遮影して、解くんですね。で、積分点というのがですね、プラスマイナスの 0.577350269 というですね、これ、2分のルート3だったかな、なんかそういう点ですね。これはもう公式で決まってるんですけども、そういう、ところに積分点を取ります。で、これも0から2分の π まで計算する代わりにですね、それぞれのポイントで、この fx ですね、この値を計算してやって、重み係数、今の場合実はこの重み係数1なんですけど、それをかけてやればいいということになります。で、出てきた答えが 0.99847 なんで、ほとんど同じですけど、若干こっちの方が精度いいですよね。で、かつこっちは2点しか必要としていないということで、この一例だけで言うのもやや乱暴かもしれませんけれども、こういう比較的複雑なね、関数を使った場合でもですね、このシンプソンの公式にしても、ガウスの積分公式にしても、かなり精度のいい答えを出すことができるということです。で、このガウスの積分公式は精度が若干いいということもあるんですが、こういうですね、この自然座標系に割と親和性がいい方法ですので、これを使ってですね、今回も積分をやってやるということにします。で、ガウスの積分公式はですね、無次元化されたこの自然座標系、マイナス1から1までを対象とします。で、M 個の積分点を使用するとですね、2M-1次の関数までは近似可能というふうに言われていてですね、
1次とか2次の内相関数を使用する場合にはですね、まあ、m イコール2で十分です。はい、まあ、線形の関数だと1でもいいんですけれども、まあ、普通は2個積分点を使います。で、ですね、基本的にはこの自然座標系上で積分をする場合にはですね、サンプル点×重み、これを m 個取るということですね。で、m イコール1の場合はですね、このちょうど0のところでですね、重み係数2ということで計算します。まあ、要はここってちょうど平均なんですよね。ですので、積分した場合にはその倍ということになります。で、m イコール2の場合はですね、先ほどもご紹介したように、このプラスマイナス 0.57735x ということで、重み係数は1ということですね。で、3点取る場合には、ですね、0とプラスマイナス 0.77 なんとかって、重み係数は9分の8と9分の5になりますが、まあ、今回この m イコール2の場合ですね、2点の場合を扱います。ですから、ちょうど真ん中よりちょっと外にずれたあたりですね。これが、その、積分点というか、計算をする点ということになります。で、2次元、3次元にもですね、容易にこれが拡張できてですね、まあ、2次元、3次元の場合には、ちょうどこういう格好でですね、それぞれのところに、こうやって、2次元だと4つ、3次元だと8つ点を取るということになります。それで、積分の値をですね、各この積分点で、各方向のですね、座標に関して重み係数をかけてやって、その座標における F の値をかけて足してやればいいということになります。ですから、全方向2点ですと、まあ、L も M も2も N も2点ということになりますよね。で、2点の場合には重み係数1ですので、まあ、実はこの WIJK はすべて1ということになります。で、3次元にもこうやって、容易に拡張することができます。ですので、今回はですね、この3次元の、空間におけるこのガウスの積分公式というのを使って計算をします。はい。まあ、こちらですね。なんで、まあ、例えばこの2次元で計算するとき実際どうやるかというとですね、この形状における F という関数の積分をするためにはですね、プラスマイナス 0.577350 というところで F というのを、計算してですね、それにまあ結局1をかけるわけですね。ですからまあこれは計算はしてもしなくても一緒ですから、まあ4つの値をこうやってとにかく足せば、このですね、面積というかその積分ができるということになります。で、まあ自然座標系でですね、この定義することによってですね、このガウスの積分公式が使えますので、まあこの積分を実際にやってやればいいと。ということになります。ここまでで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。そしたらですね、まあ先ほど少し申し上げましたけれども、あくまでもこれはですね、自然座標系における話なんですね。で、実際、微分方程式っていうのはですね、この全体座標系 XYZ 系でですね、計算されているものですので、この変換をですね、実はしてやらなければいけないですね。なので、そのための方法についてご紹介します。まあ、ここら辺はですね、微積分に詳しい方は、多分、まあ、おそらくみんなこれ、学生の時に習ってるはずなんですけどね、まあ、忘れてる方も多いと思いますけども、まあ、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。で、これ、偏微分の公式なんですけれども、具材、まあ、N が具材イーターセットの関数であるときにですね、この具材イーターセットによる微分というのはですね、それぞれですね、この、全体座標系における微分にですね、この全体座標系のこの自然座標系による微分、この項をですね、こうやってかけて、で、それぞれこの Y 方向、Z 方向ですね。で、足したものですね。で、まあ、具材の場合には、XYZ を具材で微分して、イーターの場合にはイーターで微分して、Z の場合には Z で微分するということになります。で、N っていうのはもう具材イーター Z の関数として求められていますので、左辺ですよね。これは定義により簡単に求められます。単に式を微分してやればいいわけですね。ですけれども、実際の計算で使用するのは、XYZ による微分なんですよね。ですから、本当はですね、この右辺にあるこの値が欲しいわけですよね。ですけれども、
実を言うと用理は求まってないわけです。ですからこの、N のですね、XYZ による微分というのを何とか求めてやらなければいけないということになります。まあ、そのための方法について、少し解説をします。で今の、前のページのですね、式をこれマトリックス表示すると、まあ、具材イーター Z による微分というものはですね、まあ、1行目がですね、この XYZ の具材による微分、2行目はイータ、3行目は Z による微分で、まあ、この、全体座標系による微分を、かけてやれば、まあ、この左辺が出てくるということになります。で、このですね、XYZ 系と具材イーター Z 系ですね、全体座標系と自然座標系を、まあ、つなぐような、このマトリックスのことをですね、まあ、ヤコビのマトリックス、あるいはヤコビアンというふうに言います。まあ、ヤコビアンっていろんなところで出てくるんですが、こういう座標変換ですね、に使われるマトリックスのことを、まあ、一般的にヤコビアンというふうに言います。で、ですね、実はこのヤコビアンっていうのはですね、計算することができます。で、もともとですね、まあ、XYZ のこの具材イーター Z による微分がですね、このヤコビアンの成分なわけですね。まあ、ヤコビアンの J ということで、1行1列、1行2列、1行3列っていうふうに各成分が求められています。まあ、例えばね、2行1列は具材をイーターで微分したものですけれども、これってね、X をイーターで微分したものですけれども、X ってはもともとこの N×X を8個足したものですよね。でそれはイーターで微分すればいいということになります。それで、X というのは、これ、基地の値ですよね。座標ですから、もう分かってる感じです。で、N というのは、具材、イーター Z の関数ですので、イーターによる微分というのは、これはまあ、求めることができますよね。ですから、N のですね、イーターによる微分にですね、X の各値をかけて足してやればですね、このヤコビアンの成分というのを求めることができます。ですから、この形状関数の微分とですね、座標を使って、ヤコビアンを求めることは割と簡単にできます。ただですね、この後、実際にですね、この XYZ による微分を求めてやるためにはですね、逆行列をかけてやらなきゃいけないわけですね。この具材イーターセットによる微分というのは分かっておりますので、まあ、これにですね、ヤコビアンの逆行列をかけてやればいいということになります。で、まあ、3×3 の行列の逆行列ですから、これはまあ公式で簡単に求めることができます。ですから、そういうやり方によってですね、実はこの全体座標系による微分というのを求めることができるということになります。で、ここら辺のですね、操作はこの後、今日のこの午後のコマの後半でですね、プログラムの説明をしますので、その時にまた出てきます。はい。で、多分スライドも同じのが出てくると思うので、簡単にそこでまた復習はしますけれども、まあ、こういう格好のですね、計算が途中で入ってくるということになります。ですので、ここら辺はですね、なんか、行列かけるベクトル積なんかとは違ってですね、まあ、こういう公式があって、それをですね、あくまでもプログラム化していくという、そういう考え方ですね。まあ、なんていうんですかね、教育購買法のアルゴリズムにしたって同じことであるんですけどね。はい。まあ、もうちょっとそれよりは、なんていうんでしょうかね、割と決まりきった計算と言えるかもしれません。はい。ですので、先ほどご紹介したですね、この要素単位での積分というのを、まあ、やってやればいいということになります。で、実際ですね、これをですね、自然座標系の上でやるにはどうすればいいかということですね。で、これがもともとのですね、全体座標系における、微分ですよね。で、実際にですね、この3次元で、積分をするためにはですね、こんな格好で、dx, dy, dz という形で、積分をしてやる必要があります。で、実際はですね、こういう自然座標系で最終的には積分をしなければいけないので、まあ、この積分するための変数が変わるわけですね。
で、あの、マイナス1からプラス1までのですね、この具材イーターセット系のですね、そこで、あの、積分をしなければいけないということになります。で、その時の公式はですね、あの、要はここに、あの、ヤコビアンのですね、行列式をここにかけてですね、この主となる関数は一緒です。で、マイナス1から1まで積分してやればいいということになります。ですから、これが、あの、ターゲットとするですね、式ということになるわけですね。で、この式を使ってですね、まあ、数値積分をやってやるということになるわけですけれども、この赤で囲った部分というのが、まあ、F の具材イーター Z に当たる関数ということになります。はい。まあ、これですね。ですから、この赤い部分がこれになりますので、この具材イーター Z、全部で8点積分点がありますので、それぞれのところで値を求めてやって、この重み係数を3つかけてやればいいということです。で、まあ何回も申しますけど、これ全部1なので、あの、まあこれはあってもなくても一緒です。はい。まあ実際のですね、手順に関してはまたあのプログラムの中身を説明しながら、復習したいと思いますが、まあ大体こんな感じでですね、あの、計算というのが行われます。この後ですね、あの、全体マトリックスへの重ね合わせ、境界条件の処理、あと連立次方程式を解くというような手順で行われています。まあ、詳細はここにも書いてありますように、プログラムの内容を解説しながら説明していきます。まあ、あの、午前中のですね、1次元と同じように、まあ、これあの、ちょっとスペースがあまりないので2次元で、しかも2要素しかありませんけども、あの、2次元ですとこうやって 4×4 ですし、3次元ですと 8×8 のですね、要素マトリックスを重ね合わせて全体マトリックスを作ると。ということになります。はい。そしたらですね、ここで演習というのをやってみましょう。まあ演習はまあこれ、数値積分の演習ですね。はい。で、ですね、これガウスの積分公式を使ってですね、あの、まあ四角形の面積を求めてみましょうということで、プログラムを作ってですね、あの計算機で計算してみてください。これあの、お手元のですね、あの、パソコン上で、あの、簡単にプログラムを作れると思いますので、それで計算してみてください。で、まあ、4つ接点があってですね。で、あの、接点座標はこんな感じです。で、あの、面積っていうのはどうするかっていうと、要は、あの、単に 1×dv ですよね。この、形状の中で積分をしてやればいいということになります。ですから、これ、ヤコビアンの、この行列式、をですね、単にこの自然座標系の上で積分してやればいいということになります。それでね、この面積が出てくるわけです。で、あのヒントはですね、まあ、これフォートランで書いてありますけれども、W というのが重み係数ですね。で、ポイというのが点です。で、あの、XY というか具材イーター方向全部で4点あるわけですので、それぞれのですね、点においてですね、この F、すなわち、あの、このヤコビアンの、値をですね、計算してやります。はい、で、あの、それにですね、この重み係数、まあ、重み係数と1ですけどね、それをかけて足してやれば、まあ、このサムというのが、面積ということになります。ですから、この4点でですね、このヤコビアンの、値を計算してやってですね、ヤコビアンの、まあ、あの、値というか、ヤコビアンの、行列式ですね、行列値を計算してやって、足してやれば答えが出てくるということになります。で、二次元のヤコビアンっていうのは、あの、2×2 のこういう行列ですよね。ですから、あの、デターミナントというのは、あの、まあ、AD-BC という形で求めることができます。はい、で、あの、N は、あの、それぞれこういう格好ですので、あの、まあ、具材イーターによる微分というのも簡単に求めることができます。じゃあ、ちょっとこれをですね、あの、やってみてください。それで、まあ、これ数値積分になれるということなんで、まあ、あまり、これ詳しくない人は特にですね、ぜひやってみていただければと思います。まあ、14時10分ですので、まあ、そうね、15分ぐらいで、ちょっとやってみましょうかね。それで、実を言うと、もう、あの、答えはあります。で、もうお気づきになっている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ですね。
ここのですね、演習課題ってありますけど、演習課題っていうところに実は、解説があります。だからちょっとなんかよくわかんねえなって人は、この記事じゃない、この、資料を見ていただければですね、まあ大体やり方わかります。これは同じこと書いてありますよね。で、まあヒント、これも同じです。で、正解は、正解って載ってたっけ、さっきの。正解はね、まあこうやって、実際に座標を入れれば、6っていうのが出てきますよね。それで、まあ何をすべきかということで、まあこれをやってみると。で、まあ、定義としては結局、デターミナントの J が F に等しいということになりますので、デッド J のですね、具材、イータ、積分点における値を4種類求めてやればいいということになります。で、あとはですね、これフォートランですけど、プログラムの概要が書いてありますので、まあ、これシーニスのそんなに大変じゃないと思いますので、まあ、こんな形でやれば計算ができます。でですね、一応方針としてはですね、こういう座標とかですね、この、重み係数とか、位置の座標とかは決めてやるんですけれども、ですね、これがですね、形状関数ですね、シェイプというのですね。で、この PNQ とか PNE というのは形状関数の微分です。はい、これも簡単に求まりますよね。それで、それを使ってですね、まあ、こうやって、実際にですね、計算をしてやるということになります。はい。で、これが、このヤコビアンのですね、それぞれの、成分です。DX、DQ っていうのは具材の Q による微分ですよね。で、これはもうこの公式を使っても実際に計算してます。で、デターミナントというのは、こうやって求めているということですね。あとはこの、値を使って数値積分をしてやって計算ができましたということなんで、まあ、全部自分でできるなと思ったらやっていただいてもいいですし、ちょっと難しいなと思ったら、これを、の資料を見ながらちょっとやってみていただければと思います。はい。なんで、特に答え合わせとはしませんので、まあ、自分でね、見ながらちょっと、理解していただければと思います。はい、じゃあ、今、12分ですので、じゃあ25分になったら再開したいと思いますので、まあ、それまででもいいですけど、なんか質問あったら適宜しながら、ちょっと自分でやってみてください。はい。はい、それでは、時間になりましたが、いかがでしょうか？何かご質問等ある方いらっしゃいますか？はい。では、まあ、プログラムのね、中身を説明する前に少しちょっと実行をしていただこうかと思います。ですね、こちらがまあ問題設定で、まあ、これは先ほどお話した通りですね。でですね、FEM3D というところに行っていただいて、SRC というところにですね、行っていただいて、メイクするとですね、この LAN というディレクトリにですね、ソルというものができます。それで、LAN というところに行っていただいてですね、まあ、このソルというのは問題特文なんですけど、メッシュジェネレーターですね。これだとフォートランですけども、C だと mcube.c というのがありますので、それを使ってですね、メッシュジェネレーターをインストールしてみてください。それで、ですね、Unix によってはですね、なんか C のプログラムはうまくコンパイルできないっていう話があってですね、ちょっといろいろと、調べて、見たんですけれども、これじゃないか。で、どうもですね、なんか、リンクをするときの、なんかライブラリーの順番でですね、ちょっと変わってくるということなので、それを変えたものが今、最終的に、アップロードしてあります。でですね、フォートランは基本的に変える必要はありません。ですけれどもですね、C の場合はですね、まあ、FEM3D というところに行っていただいて、SRC というのがあるんですけども、これですね、この LD フラグっていう、数学系のライブラリーをリンクするところがあるんですけども、これをですね、この、一番最後に持っていかなきゃいけないそうなんですよね。なんで、他のですね、コンパイルオプションと一緒に、やろうとするとですね、
ユニックスの処理系によってうまくいかないケースがあるそうなので、この一番後ろに回すというやり方でやってみてください。すると、ちゃんとどんなところでもメイクができるようです。はい。で、まあ、ここで、メイクと、まあ、これ今 C でやってますけども、メイクとして打つとですね、まあ、こんな感じでコンパイルをしてくれます。まあ、いくつか警告が出ると思いますけど、それはあまり気にしないでください。はい。それで、ですから、こうやってね、マイナス LM っていうのを最後にリンクするようにね、すると、うまくいくそうです。で、ランというところに行っていただいてですね、このソル .uz というのが できておりますので、GCC のマイナス O のですね、MG キューブ C ですね。で、マイナススモール O のですね、MG キューブというふうにやっていただくとですね、まあ、この mgcube.exe というですね、メッシュジェネレーターの実行形式ができるということになります。ここまでちょっとやってみてください。で、計算の流れとしてはですね、先ほど作った mg キューブを使って、メッシュファイルを作ります。で、その後ですね、ですね、ソルっていう FEM 本体にですね、この cube.0 っていうメッシュファイルができますので、それとですね、インプット、ポツダット、今度はこれ全部大文字です。制御データを読ませるとですね、計算をしてくれてですね、test.inp というですね、可視化用の出力のファイルができるようになっています。で、メッシュをじゃあ、ちょっとまず作ってみましょう。で、ドットスラッシュ MG キューブってやるとですね、入力待ちになりますので、この NX、NY、NZ っていうですね、各辺のですね、長さ、まあ要素数ですね、それを入れてみます。まあ例えば20、20、20と入れてやるとですね、まあキューブ.0というのが、作られます。ちょっとまあやってみましょうかね。まあ皆さんも、可能だったらやってみてください。まあ、mgcube.exe の、まあ、というふうに、そうですね。nxnynz と聞いてくるので、こうやって20、20、20と入れてやります。するとですね、cube.0 というのができています。それで cube.0 っていうのは、あ、こうやってASCII 形式でこうやって、まあ、数字がずらーっと並んでるわけですね。はい。で、20×20×20 ですと、まあ、8000要素ですね。あと、接点の数が21の3乗ですから、この9261ですか。9261行分、データが出てくるということになります。で、こうやって、データができるということをとりあえず確認してみてください。で、制御ファイルというのがですね、このキューブドット、インプットポツダットで、まあ、最初の行がですね、これ F ネームということで、ファイル、の名前です。まあ、これはキューブドット0で固定ですね。で、2000っていうのは反復回数の上限で、まあ、先ほども午前中質問もありましたけど、今 20×20×20 なので、ちょっとこの後計算やってどのぐらいになるかわかりませんけども、まあ、実際100回とかそのぐらいで収束するんじゃないかな。ちょっとよく覚えてませんが、まあ、です。はい。まあ、2000にしとけば十分ですね。で、1っていうのは、熱伝導係数と、あとこの、この発熱量にかかる係数ですね。まあ、これ両方とも1にしておいてください。で、10のマイナス8乗っていうのは、この反復の時のですね、10のマイナス8乗ですね。はい。で、ドットスラッシュソルってやるとですね、あるいはドットスラッシュソル .exe とやるとですね、計算をしてくれてですね、test.inp というのができます。じゃあですね、ちょっと計算してみましょうかね。どこ行っちゃった？でですね、これで、まあ、ドット、あ、そう、インプットポツダットというのがここにあります。はい。で、ソルドットイグゼとやると、はい、61回ですね。はい。ですので、まあ、20回よりは多いですけど、まあ、100回よりは少ないという程度で、収束してくれます。で、最後の1、なんとかって書いてある、これ1番っていう座標のですね、点のですね、これ、温度ですね。1番これ、底面に当たるわけなんですけども、原点に当たる点のですね、温度が出ますので、まあ、これの答えとかの検証したいときには、これを見てやってみてください。はい。
で、ここにですね、テスト .inp というのができていますけど、これがですね、可視化用のファイルです。それで、可視化にはですね、パラビューというのを、使います。それで、パラビューはですね、あれ、これじゃなくてですね、確か、ホームページの方にですね、パラビューの、あ、これ英語になってるな。これはパラビューの、あれですね。あれ、日本語のやつをインストールしたはずなんですが、まあいいや、ちょっと日本語に、英語になってますけど、まあ、それほど、不自由ではないと思いますので、こちらをご覧ください。はい。で、ですね、こちらを見ていただくと、まあ、パラビューの操作の仕方がわかるようになっておりますけれども、まあ、簡単にですね、お手元で、ご紹介したいと思います。で、パラビューについてはですね、すでにインストールはされていると思いますけれども、ですね、パラビューというのを、開きます。ちょっと私のは 5.4.0 なんで少し皆さんよりも古いかもしれませんね。あ、まあ古いのは確実なんですけど、なんで若干インターフェースが違うかもしれません。それでまあこういうふうになったら、まずファイルを開くわけですね。それでシグウィンの中にですね、ファイルがありますので、シグウィン64のホームの、まあ私の名前だと中島ですから、そこの下の、ですね、なんだっけ、FEMC ですね。FEM3D の欄の中に、テスト .inp というのがありますので、これをオープンしてください。するとですね、こういうふうにですね、3つなんかファイルフォーマットのチョイスがありますので、この AVSUCD バイナリーっていうのを選択してください。で、これで OK とします。それで、これで一応ファイルは読み込まれました。それで描画をするときにはこのアプライっていうのを押してください。するとですね、あ、これでちょうど出ましたね。はい。で、もしですね、一色になってしまったら、なんか材料番号になってる可能性があるんで、その時はですね、このカラーリングっていうところでですね、テンプ、まあ、テンペラチャーのつもりですけど、テンプというのを選んで、いただくと、ちゃんとこうやって描画ができるようになっています。なんで、ちょっと色がね、冴えない色ですけれども、これがちょうど原点ですね。で、少し温度が、こう、原点から遠ざかるに従って、高くなっているということがわかると思いますし、あと一番上の点がね、温度0で、だんだん下に行くに従って、温度が高くなっているというのがわかるかと思います。それで、これはね、色合いを変えたかったらですね、チューズプリセットっていうのを選ぶとですね、まあ、いろいろカラーマップを選ぶことができます。はい。まあ、レインボーっていうのが、まあ、割と、はい、鮮やかな色ですよね。はい。まあ、冷たいところが青で、暖かいところが赤っていうふうな感じになっています。それで、あとですね、ファイルのですね、セーブスクリーンショットっていうのを選ぶとですね、まあ、これはその OK にしてやると、いろいろな形式で選ぶこと、保存することができます。まあ、これだとはデフォルト JPEG になってますけど、まあ、PNG とか TIFF とかビットマップとか、いろんな形で保存しておくことができますので、まあ、なんか、報告書書いたりするってことはあんまりないかもしれませんけども、そういうことに使うこともできます。そんな感じで、ですね、お使いください。で、ちょっとお待ちくださいね。確かですね、この前僕日本語のやつを作って、ちょっとこのホームページに、これだったら、これですね。多分これに、こっちに日本語のがあるんで、あ、日本語簡易漫画がありました。実はこれを今チャットで送りますので、こちらをご覧ください。すいません。まあ、英語もそんなに分かりにくいものではありませんけれども。はい。はい。今、日本語の、パラビューのマニュアルのアドレスを送りましたので、そちらをご覧ください。はい。というような感じで、絵を描くことができます。
で、まあ、この後はですね、まあ、この UCD フォーマットっていう形でファイルが出てきますので、アンストラクチャードセルデータっていうんですね。まあ、それの説明が、してありますので、まあ、これは今日は、詳しいところは省略します。もし、詳しいことをご覧になりたければ、まあ、この資料を読んでいただいてもよろしいですし、あとプログラムですね、書き出しているところがありますので、そちらをご覧いただければと思います。ではですね、このデータ構造というところを少しお話していきたいと思います。で、メッシュファイルはですね、cube.0 という名前で、要素とか接点の番号はこれ内部的には全部1から始まってます。ですので C の時にはですね、これを変換して0から始めるような格好で、やっています。で、全体としてはですね、接点のデータ、これ接点数、接点番号、座標とですね、あとこの要素のデータ、これは要素数と要素のタイプ、あと要素番号と材料番号と、まあ、コネクティビティっていう要素を構成する接点の番号ですね。で、あとの接点グループのデータで、まあ、グループ数、グループ内の接点数とグループ名と、まあ、グループ内の接点という、まあ、こんな情報から構成されています。で、接点と要素の番号はですね、これ1から始まって、いわゆる連続の番号ですね、飛び番号はなしで、連続で番号が付けられています。で、まあ、20×20×20 だとちょっと大きいですので、444でやってみましょう。で、444でやってみるとですね、まあ、ちょっとどうなるかというとですね。これですね。mg キューブ、.exe と。で、まあ、444とやるとですね、まあ、割とデータとしては、小ぶりなものになります。はい。こんな感じで、まあ、割と見てもそんなに大したことないですね。タイプしてもですね。4×4×4 ってことは、接点に関しては 5×5×5 ですから、125接点ですよね。125接点あって、あと64要素ということになります。はい、じゃあ、実際どういうふうになっているかというのは少し中身を見ていきたいと思います。で、まあ、この有効桁数とかはだいぶ省いてありますけれども、まず125接点で、1から125まで。で、あと、実数が3つ並んでます。で、X 座標、Y 座標、Z 座標ということになります。で、これがまあ125個、並んでるわけですね。でですね。そっか、座標を見ていただくとですね、まずは X 方向にこうやって1234というふうに伸びていって、で、次に Y 方向に1個増えます。で、0123というふうに、まあ、X 方向にだんだん番号が増えていって、次に Y 方向に行って、最後に Z 方向に伸びていくということで、一番接点番号が多い点はですね、この点ですね。はい、これが一番ですから、125はこの点ということで、444という、点になります。まあ、原点から一番遠い点ということですね。で、次はですね、要素が、まあ、64個あるわけですね。で、64の後にですね、この361という数字が、これ実は64個並んでます。で、要素タイプの361っていうのは3次元6面体1次っていうつもりで361になってるんですね。で、実際このプログラムで扱える要素のタイプはこの361だけです。ですけれども、まあ、他の要素のね、取り扱えるような、まあ、拡張性も考えて一応、要素番号、要素タイプですね、というのを定めてあります。はい、まあ、ただ、この、プログラムの前には、この361の数字そのものを、何か気にする必要は全くありません。で、次はですね、要素の情報がですね、64行並んでます。で、一番最初がですね、1から64までの通し番号です。で、二つ目のカラムは、これは材料番号で、これも材料番号全部1なので、1用です。で、次にですね、まあ、各要素8個接点があるんですけれども、こういういわゆる左回りですね、1234567 っていう順番でですね、番号が格納しております。ですから、1番の要素ですと、1276262731というような、順番ですね。
ですので、まあ、64番って一番この隅っこの要素はですね、94、95、199と119、120、125、124ということで、まあこの7番目がですね、この一番番号が大きな、節点ということになります。まあ、そこら辺のところをですね、ちょっと、各面で表したのがこの絵でして、K イコール12345と並んでますけども、要は各面におけるこれ節点の番号ですよね。一番下の面は1から25まであってですね、要素番号は12345678で16までということですね。それで、第4面が、まあ、49から始まって64まであるわけなんですけれども、これ一番上の面がね、この49番の要素の上の面ですよね。ですから、例えば最後の要素が94、95、199になっていて、119、120、125、124っていうような、そういうですね、節点番号がこうやってついているということになります。まあ、いわゆる辞書式というんですかね、先ほどもご紹介したようにですね、まずは X 方向に番号を増やしていって、次に Y 方向に増やしていって、Y 方向が、まあ、こうやって満杯になったら、次は Z 方向にまた X からこうやって増やしていくという、まあ、辞書式の番号の並べ方という方式をとっています。それで、ですね、最後がこの節点グループデータというのが一番最後に並んでいます。まあ、これは境界条件を入れたりするためにですね、今4種類のデータを作ってますけれども、実際に使っているのはですね、この ZMAX というところだけです。それで各グループの、グループは4つありますね。X ミニマム、Y ミニマム、Z ミニマムと ZMAX と。で、グループの合計数ですか、今4グループあるの 4ですよね。それで、この4つ数字が並んでるのは、これ4グループあるからなんですけれども、各グループのですね、節点数がここに入っています。で、これの読み方はですね、先ほどの CRS 形式のインデックスと同じで、1から25番までが第1のグループ。26番から50番目までが、2番のグループということで、まあ、これ見ていただくと分かるように、各グループ25個ずつ入ってるんですね。はい。で、まあ、X ミニマム、Y ミニマム、Z ミニマム、ZMAX がグループ名で、それぞれにこうやって25個ずつですね、節点が、格納されているということになります。例えばね、この ZMAX っていうのは101から始まってですね、連続で125までということなんで、まあ、ちょうどですね、この一番上の面っていうことですね。逆にこの Z ミニマムというのは1から25まで連続ということです。で、X ミニマムとか Y ミニマムというのはちょうどですね、この、X が0のこの向こう側の点と Y が0になるこの点ということなんで、ちょっと飛び飛びの番号ですよね。はい。が入っているということになります。まあ、ここら辺の情報はですね、全部、さっきのメッシュジェネーターが自動的に作ってくれて入れてくれるようになっているということです。まあ、一次元の場合ね、こういう情報を自分で作ってたわけですけども、まあ三次元になるとなかなかそれも大変なので、まあ全部このメッシュジェネレーターで作ってくれるということになります。で、まあメッシュ生成って実は技術的な課題としてはですね、この並列有限要素法の中ではですね、この解く部分よりむしろ大きいぐらいなんですよね。特に複雑形状の大規模メッシュをですね、まあオートマティックに作るって実はなかなか大変なんですね。まあ、今ご紹介しているような、こういう単純な形状ですと、どんな大規模なメッシュでも簡単に作れます。で、何億とかになるとですね、当然、なかなかですね、1個のデータっていうのは作るの難しい。まあ、もちろん計算も1個の計算じゃできないので、並列計算するわけなんですけども、並列メッシュを作るなんていうことも割と簡単にできます。ただ、複雑な形状になるとですね、そもそも並列でメッシュ作るって難しいんですよね。メッシュってもともと一体のものですから、依存性とかを考えると、並列で作るってはなかなか実は大変なことで、並列メッシュ生成っていうのは、技術的にはですね、もちろん研究としてもまだ、非常にですね、発展途上にあると思います。
個別のね、あの問題に関してはだいぶあのできてきていますけれども、なかなかその汎用的なですね、あの並列メッシュ生成方法というのはまだないんじゃないかなと思っています。で、あの市販のメッシュ生成アプリケーションっていうのがあって、まあ、これはですね、まあ、あくまでもその PC レベルで解くような問題を対象としていますけれども、まあ、いろいろなものがあるということです。はい。以上ですね、簡単にあのプログラムの実行とですね、あのデータ構造について、お話ししてまいりましたけれども、ここまでで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。そしたらですね、じゃあ、まあ、まだそんな時間経ってませんので、そのままちょっと続けてやりたいと思います。でですね、ちょっと今の感じですと、あの4時までには3次元のところは多分終わらないので、4時ちょっと過ぎると思います。ただ、一番最後 の並列有縁要素への道は、まあ、あの30分ぐらいあれば済む話ですので、あの5時までには多分、終えられると思います。はい、なんかね、毎回やるたびにちょっと話の時間が変わるんですよね。ちょっと力を入れたりするところが若干変わってるのかもしれませんけれども。はい、で、じゃあ、プログラムについてご説明いたしますけれども、まあ、流れとしてはですね、基本的に1次元とそれほど変わりません。ただですね、要素生成とかそこら辺がですね、もう外で行ったものを読み込んできますので、若干変わっているということになります。全体の作りがですね、こういう、構成になっておりまして、まあ、メインプログラムからですね、いくつかのこのサブルーチンですね、あの関数を読んで、やるということになります。まあ、大体ですね、まあ、データ入力というのが最初になります。で、その後ですね、マトリックスを作るところがありまして、最初がですね、整数的な情報を作るものですね。で、次が実際に内容を計算するところ。で、あと、共益勾配法で、線形方程式を解くところ。まあ、ここの部分が一番計算量多いわけですね。で、最後に可視化処理をするところ。先ほど、皆さんご覧いただいたテスト .inc というのがありますけれども、あれをですね、ご覧いただく部分です。それで、ですね、今日はですね、このアウトプット UCD の、ご説明はいたしませんので、特に資料も用意しておりませんので、特にご興味がある方はですね、プログラムを見ていただければ、まあ、そんなに難しくはないと思いますので、そちらをご覧ください。はい、ですいません、ちょっとなんか字がちっちゃいんですけど、まあ、こんな感じで、まず最初のですね、この入力ですね、インプットというところをご説明したいと思います。で、こちらがまあ変数表ですね。まあ、それほど、一次元と大きく変わることはありませんけれども、NE じゃなくて、i セルトットっていうのが要素数ですね。あと、ノッドグループトットっていうのが接点のグループ数ですね。はい。あと、XYZ っていうのが、N×3 になってますけど、これが接点の座標です。で、i セルノットっていうのが、これ午前中と名前同じかもしれませんけども、8個接点がありますので、こういう二次元配列になっています。あとはこの、接点グループに関する情報ですね。ノードグループインデックス、ノードグループアイテム、ノードグループネームというのがありますけれども、インデックスとアイテムはですね、この CRS 形式の、インデックスとかアイテムと非常に似た、括弧の変数です。それで、NLU っていうのと NPLU っていうのがあります。NPLU の意味は午前中と同じで、非対角成分の総数です。で、NLU というのはですね、各接点の非対角成分の、数の、まあ、上限ですね。はい。なんで、変数名似てますけど、若干意味が違います。まあ、対角成分、右辺 X。X っていうのはこれ未知数のベクトルですね。今回座標が XYZ になってるんで、未知数ベクトルは X にしてあります。はい。ここら辺はまあ、若干名前は午前中と変わってますね。あと、A マットですね。これは行列ですね。あと、インデックスアイテムは一緒ですね。で、今回ですね、インデックスとアイテムというのがですね、直接作るのが実は難しいので、INLU、IALU というですね、失礼、補助的な配列をですね、置いています。
それで、多分これの説明後からありますけど、まあ、ちょっと簡単に説明しておきますね。で、まあ、インデックスアイテム、午前中説明した通りでですね、ヒゼロ基対核成分の数と、アイテムというのがですね、ヒゼロ基対核成分の、まあ、この列番号ですね。で、INLU っていうのはこれ大きさ N の配列なんですけども、各接点のヒゼロ基対核成分の数、まあ、各行におけるヒゼロ基対核成分の数です。で、ILU っていうのは N×NLU ってさっき定義した数になってますけども、各接点のヒゼロ基対核成分の列番号です。ですので、まあ、IALU がアイテム、INLU はインデックスに対応してるんですけども、まあ、ちょっと補助的な配列としてですね、この2つを用意してあります。まあ、これの意味についてはまた後でご紹介いたします。あと、まあ、ワークの配列とかですね、あと、ここら辺はですね、いろいろな変数を入れるためのですね、補助的な配列も準備してあります。で、3ページ目のこの表はですね、主に、数値積分に関する変数の表です。O8TH だ、OACE、1ACE って意味なんですが、8分の1って意味です。0.125 が入っています。で、PNQ、PNE、PNT というのがですね、各ガウス積分点におけるですね、この具材イーターセットによる N の微分です。ですから、2×2×2 なんですけど、微分すると1個次元が減りますので、2×2×、まあ、8個の接点があるので8というふうになっています。で、ポスとウェイというのは各ガウス積分点の座標と、重み係数です。まあ、全部で4点ありますので、2×2 になっています。はい。まあ、N コル1とか N コル2はこれ相当用なんで、まあいいですね。で、シェイプとか PNX、PN、PINY、PNZ っていうのはですね、各ガウス積分点、全部で 2×2×2 で8個ありますけれども、それにおける形状関数とですね、この全体座標系における微分です。はい、でこれはもう各積分点で定義されて、かつ形状関数って8種類ありますので、8ということになるわけです。で、ZJ というのはですね、各ガウス積分点におけるヤコビアンの行列式の値です。はい、あとはまあ、これね、物性値ですね。はい、こんな感じで、変数が格納されています。で、まず制御ファイルを読むのがインプットコントで、まあこれは簡単ですね。はい。で、インプットポツダットを読み込んでいて、まあファイル名はこれは同じ、固定なんですけど、まあ一応読み込んでますね。はい。それで反復回数が板ですね。あとコンドと9ボルトレジットというのを読み込んでいて、この PFMI アレイと PFMR アレイというところにこのイターとレジットというのを入れています。はい、まあこれは後でまた戻すんですけども、一応こういうところに一回仮に格納してあります。で、次がですね、メッシュを読み込むところですね。これは先ほど書いたですね、cube.0 ですね。F ネームというふうになってますけども、それを読み込む部分です。で、1行目がですね、接点数を読んでます。で、これ NP っていうのが書いてありますけど、まあこれ実際プログラムの中では使いません。はい。それで、XYZ ですね。これは、フォートランのこのアロケートっていう機能を使ってですね、これフォートラン90以降でサポートされてますけれども、N×3 の二次元配列を、定義してやってます。で、こうやってですね、0を代入した後ですね、次に、接点番号とですね、あと座標を読み込んでいます。まあ、接点番号、これは通し番号ですので、まあ、ダミーで読み飛ばしてですね、で、座標を読み込んでいるということです。まあ、こちらですね、先ほどご紹介した、接点数 N を読んで、あと、この XYZ を順番に読み込んでいくと。で、この最初の接点番号は、まあ、読み飛ばしということになります。で、C のプログラムを見ているからではですね、アロケートとかディアロケートっていうちょっと見慣れない関数が出てきているのにお気づきかと思います。で、特にですね、この二次元の配列を C で定義しようとするとですね、まあ普通のマロックとか使うわけなんですが、結構、行数が増えてしまうんですよね。で、まあ私のこのいろいろな教材って全部フォータンと C と両方作ってあってですね、まあ、説明の都合上、やはりページ数が等しくなるのがいいわけですね。で、
ていうことは、なるべくプログラムの長さも同じぐらいになってほしいんで、まあ、なんか配列を定義するために C の方でやたらと行数を食うのもちょっとあれなので、フォートランと同じようなインターフェースで定義できるようにですね、このアロケートベクター、アロケートマトリックス、あと、ディアロケートベクター、ディアロケータ、マトリックスというですね、そういう、配列を、配列関数を準備してあります。それで、アロケートベクターっていうのは、まあ、普通の、一次元の配列ですよね。で、アロケートマトリックスっていうのは、二次元の配列ですね。それを、定義するようになっています。はい。まあ、こういうものが使われているということで、まあ、例えばこのインデックスっていうですね、これは整数の配列ですけれども、まあ、CRS 形式の各行におけるものですけど、まあ、これはそうか、グループのものだったかな。なんで、これはまあ、こういうグループの総数ということになります。それで、あとはグループの名前もですね、こうやってキャラクターで宣言することもできます。まあ、アロケートベクターっていうのを使ってですね。それで、ですね、この 4×n っていうですね、こういう共益勾配法の、このワーク配列の時は、これはまあ、リアルになるわけですので、こういう二次元の配列は、この、アロケートマトリックスというのを使って、宣言をするようになっています。はい、なんで、4n って書いてあると、まあ、こうやってね、4n っていうような形の配列が宣言されるようになっています。なんで、まあ、フォートランだと、これはアロケート、ディアロケートって一行で済むわけですので、まあ、それと同じぐらいのインターフェースで済むようにということで、こういう関数を定義してあります。で、ですね、まあ、これも同じですね、要素数を読み込んだらですね、アロケート、アイセルノット、アイセルトットかける8というのを定義してやって、ですね、まず要素タイプを読み込んであります。ただ要素タイプはこれ別に使いませんので、まあ、N タイプというものを、まあ、64個ですね、読んであります。で、次にですね、各行の情報として、要素番号、あと要素の材料番号ですね。まあ、この2つは使いませんので読み飛ばします。この接点番号だけちゃんと8つ読んでやるということで、まあ、先ほどのこの要素タイプとですね、この各要素の接点番号を、ちゃんと読んでやるということになります。で、次はですね、これ材料じゃないな。グループ情報ですね。はい。で、これもですね、グループの数を読んでやってですね、で、グループの、数に従ってですね、このノードグループインデックスと、あとノードグループネームですね、名前の情報を読み込んでやります。で、ノードグループインデックスは、まず0、に初期化してやった後ですね、ノードグループインデックスの1からノードグループトットまでを、こうやって読み込んでやります。それで一番最後の数がですね、要は、この、項目数の、値ということになりますので、それを NN と置いてやって、まあ、行列でいう NPLU ですよね。で、ノードグループアイテムをこうやって、アロケートしてやった後ですね、まあ、各グループにおいてですね、名前とですね、各その、接点の番号を読み込んでいくということになります。こうやってですね、グループの名前が読み込まれるということで、まあ、もうちょっと分かりやすく書くとですね、最初の4というのがノードグループトットです。で、次がノードグループインデックスの1から4ですよね。それで、この X ミニマムというのがノードグループネームの1で、で、ノードグループアイテムの1から25までをここで読んでやる。で、これは2番目のグループで26から50と、以下51から75、76から100ということになります。まあ、こんな感じで、ですね、先ほど書き出したメッシュデータを、まあ、書いたのと逆の順番で読み込んでいくってことですね、ことをやっています。なんで、ここら辺のところはですね、先ほどは全部、プログラムの中でやっていたわけなんですけれども、さすがに3次元になるとちょっと複雑になるので、こういう形で読み込みをしています。まあ、今回ですね、この、
mgcube.f とか mgcube.c の中身は説明しておりませんけれども、まあ、こちらもですね、プログラムの中身を見ていただければ分かりますので、ご興味があればですね、後でご覧ください。まあ、基本的にはこういうデータを作ってやれば、中で計算ができるということですね。はい、これで一応入力部分が終わりましたので、次に行列生成のところに行きたいと思います。ここまでで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。そしたら、じゃあ、行列の、ですね、生成というところに参りたいと思います。これが、まあ、先ほどご紹介した変数表、同じものですけれども、ここで主にですね、このインデックスアイテム、INLU、ILU、で、それに関係するこの NPLU とか NLU ですね、まずこういう情報をですね、作っていくということになります。はい、まあ、これもいいですね。で、マトリックス生成までなんですけども、1次元の時はですね、インデックス、あるいはそのアイテムに関連した情報をですね、簡単に作ることができました。非ゼロ非対角成分の数は2ですよね。で、番号が自分に対してプラス1とマイナス1ということで、割と簡単だったんですけれども、3次元の場合はですね、もっと複雑です。これ特にムービーって、ムービーってこれ大したもんじゃないで、いいです。はい。で、3次元の場合はですね、もっと複雑でして、非ゼロ非対角成分の値はですね、数はですね、全部で4パターンあるんですよね。中にある場合とですね、隅っこにある場合と、辺上にある場合と、あとは面上にある場合ですね。で、それぞれ、非ゼロ非対角成分というか、各接点が接続している接点の数というのが、7から26まで、ちょっと変化しています。今の形状の場合です。で、より複雑になると、もうここら辺はもっとランダムになるんですね。で、まあ、問題はですね、前もって非ゼロ非対角成分の数というのが、実はわからないんですね。今のような単純な形状の場合にはですね、ある程度予測をすることは、てか、ある程度っていうか、正確に求めることは可能なんですけども、まあ、結構めんどくさいんですよね。で、まあ、午前中も質問がありましたけれども、そこら辺はですね、まあ、補助配列を使いながら、まあ、自動的にやるというような方式をとっています。まあ、この INLU、IALU という、そういう配列を使って、非ゼロ非対角成分の数をですね、予備的に勘定するという方式をとっています。ですので、ここら辺はですね、この、いわゆる NPLU に相当する数を、数えるために、まあ、こういう操作をやっているということになります。で、matcon0 と matcon1 という関数がありますけれども、matcon0 と matcon1 の違いはですね、前者はですね、この inu, ilu っていう補助的な配列を作る部分です。で、matcon1 はですね、インデックスアイテムという、これ CRS 形式の配列を作る部分ということで、1から始まる接点番号を記憶しています。じゃあ、matcon0 について少し説明していきたいと思います。ちょっと字がちっちゃいですけど、基本的にはですね、各要素を、ループします。それで8個の接点があるんですけれども、各接点相互の関係からですね、この INLU とか ILU を作るというのがですね、この matcon0 でやってることです。で、matcon0 の中がさらにですね、find node っていうですね、関数を呼んでいます。で、まずですね、この NLU っていうのを定義しなければいけません。それで、今の場合はですね、NLU の最大値っていうか26だっていうのは分かってるんですね。各面にですね、9個ずつ、まあ、接点があって、それが3段ありますので27個ですね。で、そこから自分を除くと、26というのが上限だっていうのが分かってます。で、今の場合は分かっているのでこのようにできるんですけども、もっと複雑になるとですね、そうでない場合ってのはもちろんあるわけですよね。で、そういう場合はですね、まあ、この NLU の値がですね、てか INLU の値がですね、この NLU を超えてしまったらですね、まあそこでですね、一旦クリアして NLU をちょっと増やしてですね、まあ2倍とかにしてまたやり直すっていうような格好になるかと思います。
まあ、ちょっとこれ昔のレポート課題でそういうあの実装の宿題を出してたんで、まあ、なってますけれども、そういうふうにしてやることができます。まあ、ただ今の場合26って分かってるんで、26が上限であるっていうことを仮定してやります。ただですね、これあんまり大きな値にするとですね、これだけであの結構メモリを食ってしまってですね、メモリが足りなくなるようなことがありますので、あんまりでかすぎない方がいいですね。で、かつですね、あんまりこの、非ゼロ非対角成分の数が1行で1000個とかいうことになるとですね、あの、やっぱり収束とか結構しにくくなるんですよね。ですから、まあ、あの、メッシュの切り方としては、あんまりですね、この各行におけるですね、この非ゼロ非対角成分の数が多すぎない方がいいし、かつ、あの、あまり各行で違いすぎない方がいいってことがあると思います。なんで、この辺はね、あの、ちょっとメッシュ生成の工夫ということになりますけれども、まあ、あの、そういうことは言えると思います。まあ、いずれにせよ、今の場合は26をまず上限に定めてあって、ILU は、まあ、N×26 ということで定めています。で、もう一回整理しますとですね、あの、INLU というのは、サイズが N で、各接点の非ゼロ非対角成分数で、ILU は N×NULU で、各接点の非ゼロ非対角成分、まあ、列番号に相当するものです。で、このマットコンゼロの中身はですね、こうやってあの、8接点をこうやって ICELノッドを使って取り出します。IN1 から IN8 まで。それで、あの、FindTS ノードっていうのをですね、この2組に対して呼んでるんですね。で、あの、IN1 に対して、2番目のこの、指数が IN2 から IN8。で、IN2 に対しては IN1 で IN2 を飛ばして8というふうに、まあ、各番号に対して7回ずつ読んでるんですね。ですから、7×8 で全部で56回読んでます。まあ、IN1 と IN2 っていうのと、IN2 と IN1 って実は同じなんですけれども、まあ、あの、あえて別々にこうやって読んでます。それで、ですね、中でどういうことをやってるかというとですね、まあ、IALU と INLU を作ってます。で、各行における非ゼロ非対角成分を探すというのがですね、この FindTS モードでやってるところで、まあ、一次元の場合にはこの部分は手動でやってたわけですね。それを、まあ、自動でやっているというところです。で、この IP1 と IP2 という2つの引数が入っているわけですね。ですから IP1 に対して IP2 のですね、この INLU とか ILU の情報を入れてやるというもので、まあ、やってることは非常に簡単で、この数行で収まるような処理です。で、まずですね、そもそもこの、ですね、まあ、例えば IP1 を 6番。IP2 を7番としましょう。ですね。で、要素の順番にこうやって見ていくわけです。まあ、例えば2番の要素でこの6番と7番の組というのが最初に出てくるわけですね。それで、IP1 のこの非ゼロ非対角成分の中に IP2 が入っているかどうかを探すんですよね。で、これもし入っていれば、もう、この組はできているっていうことなんで、もう戻ります。ただ、最初はこれできてませんので、まあ、このループの最後まで行ってしまうということになります。ですから、含まれていないということですよね。ですから、含まれていないということは、これ新しい点ですので、この INLU IP1 に1を足します。まあ、これ ICOW というところに入っていますね。で、IP1 における ICOW 番目のこの左非対角成分のところに IP2 というのを入れてあります。で、INLU の IP1 をこの ICOW で置き換えてやって戻るということで、まあ、要は、この IALU を探してやってですね、含まれていなければ、全体の数を1個増やして、それを加えます。で、もうすでに含まれていれば、戻りますということになるわけですね。で、例えば、次にこの5番の要素の時ですね。5番の要素の時には、もうすでにこの6番と7番のこの組ってできてるわけですよね。ですから、こういう時にはもう、ここで見つかるわけですから、そういう場合はもう戻りなさいということになります。まあ、こうやってですね、INLU、IALU というですね、組を見つけてやります。で、これをまあ56回やるわけですね。はい。
で、その後ですね、この M ソートっていうのを呼んでるんですけども、これはまあ、実はあんまり大したことやってるわけではないんですけれども、各節点において、この IALU がですね、小さい番号から大きい番号に並ぶように、相当しています。これが、M ソートと言われているもので、これは詳細は省略しますけれども、単純な、バブルソートにしています。せいぜいですね、26個ですね、100って書いてあります。26個のものを並べるぐらいなんで、まあ、別にクイックソートみたいな、かっこいい方を使わなくてもいいんで、バブルソートにしてあります。まあ、こうやってちっちゃい番号から大きい番号順に並ぶとですね、まあ、デバッグとか割としやすいですね、データのチェックとか、まあ、そういう意味もあって、そういうふうにしてあります。ここまで何かご質問ありますでしょうか。そしたらですね、次はこのマットコン1という別の関数に行くんですけど、ここでやってることはですね、CRS 形式の変換です。で、INLU とですね、IALU を使って、インデックスとアイテムを作るっていうだけのことですね。で、インデックスに関してはですね、まあ、これ0から N なわけで、インデックスは一応全部0で、クリアしてあります。で、INLU っていうのがもう各行における非ゼロ非対角成分の数ですので、これはまあ順番に足していけば、インデックスの値ができるわけですよね。ですので、インデックスはそのようにして作りますということです。で、インデックスの N というのが、非ゼロ非対角成分の総数ですけど、これが NPLU ということになるわけです。ですから、こうやってですね、自動的に、プログラムで計算をしてくれるわけです。ですので、まあ、アイテムっていうですね、列番号に関しては、この NPLU という大きさの配列を定義していればよろしいということですね。それで、まあ、アイテムの中身は実際はこの IALU と一緒なわけですよね。はい。で、IALU の場合にはですね、各節点全部26個取ってあるので、まあ、値が入ってないところがあるわけなんですけども、まあ、アイテムの場合はそれも含めて全部値を詰めて、やりますので、それをこのインデックス使ってやるわけですね。まあ、値を実際に詰めて、覚えさせるということになります。で、KK っていう番号はですね、まあ、この K イコール1から INLU まで順番にやっていくわけなんですけれども、まあ、K プラスインデックス i-1 というのがこの KK ですね。そこにこの ILLU の IK というのを入れてやればいいということになるわけです。で、この INLU はですね、各行によって違う値が入ってますので、まあ、そこまでやったら次の行に行くというところですね。はい。でですね、ここまでやると、この INLU とか ILU って必要なくなりますので、まあ、ディアロケートということで、メモリーから解放してあります。まあ、少しでも、メモリー領域を節約しようということなんですけども、まあ、実は言うと、このアロケートとか、ディアロケート、まあ、ディアロケートですね。ディアロケートによって必ずしも、丸々、プログラムのね、この、記憶容量が減るってわけではないんですが、まあ、少しは減るということで、このような操作をしています。はい。以上、行列を生成する前のところまでやりましたけれども、ここまでで何か、ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。じゃあですね、あとはこの行列を作ってですね、教育購買法で解くというところになります。で、実は教育購買法の部分は、午前中に紹介した一次元のものと、まあ、基本的に全く同じです。ですので、主たる、まあ、メインのパートって、この行列を作るところなんですね。はい。じゃあ、ちょっとここで、休憩しましょうかね。今17分ですので、で25分まで10分弱休憩して、続きをやりたいと思います。はい。質問は特にございませんかね。よろしいですか。午前中質問されてた方は NPLU とかの計算の仕方ってこういうんだっていうので大体わかりましたでしょうかね。はい。まああんまりかっこいいやり方じゃないですか。まあかといって他に何か適当なやり方があるわけでもないので、なんかこういう探索でね、非常に、いいアルゴリズムとかあれば、もうちょっと別のやり方はあるんだと思いますけれども。まあ、それほど大した情報量じゃないし、計算量もそれほど大したことじゃないんで、まあ、これぐらいで十分ではないかと思います。
じゃあちょっと休憩しましょう。はい、それでは時間が来たので、続きをやりたいと思いますけれども、何かここまでご質問とはございますでしょうか。よろしいですか。そしたらですね、行列のね、この生成というところに行きたいと思います。で、全体構成としてはですね、まず最初にですね、このガウス積分点、全部で8点あるわけなんですけども、その各点においてですね、形状関数であるとか、あるいはその自然座標系における微分の、算出というのをまずやってあります。まあ、この部分はすごくちっちゃい計算量です。で、主な部分というのはですね、このところで、ですね、まあ、大きな要素のループというのが、回っています。それで、今回はですね、この要素マトリックス、この 8×8 の要素マトリックスっていうのは容には作りませんで、この各成分ですね、もうこの赤い点に相当するところを計算したら、もうそのまま全体マトリックスに足すというような方式にしています。で、ですね、このループの作りはですね、かなり複雑になっていまして、それぞれこの8行8列ありますので、それぞれのこの成分を、見つけるためのですね、見つけるっていうか、計算するためのループというのがあります。で、一番内側はですね、この、数値積分をやらなければいけませんので、さらにですね、この、具材イート、イーターチェット方向のですね、それぞれ2ずつのですね、合計、長さにすると 2×2×8 になるわけなんですけども、積分をするですね、計算というのがあります。ではですね、まず配列の括弧の部分ですね。NPLU ってすでに求まってますので、まあ、AMAT ですね。あと B と D と X ということで、まあ、AMAT が非ゼロ非対角成分。あと B が右辺ベクトルで、X と D がですね、未知数ベクトルと、まあ、係数行列の対角成分ということになります。で、ウェイっていうのはこれ、ウェイ、重み係数ですね。まあ、これ1なんですけどね、2点あります。あと、ポスっていうのが、プラスマイナスの 0.577735、まあ、かなり有効桁取ってありますけども、こういう数ということになります。でですね、次が、まあ、いろいろな、この、各積分点におけるですね、形状関数であるとか、その微分の値を求めています。これで、こうやってですね、Q がまあ具材ですね。で、E がイータ、P が Z のつもりで、この IJK、IP、JP、KP というのが、具材、イータ、Z にそれぞれ対応する、配列の番号なんですけれども、まあ、要は1プラスマイナス、この、あれですね、座標、積分点の座標ですね。それの、値を取ってやります。で、それをですね、3つ掛け合わせてですね、で、8分の1を掛けると、この形状関数になるわけですよね。ですので、まあ、それぞれこういう対応になっていて、こういう、1から8番までの接線があったときにですね、まあ、N1 から N8 までと、がですね、こういう値で表されるということになります。まあ、これが形状関数の各積分点における値をここで決めているということです。で、この PNQ、PNE、PNT というのはそれぞれ具材、イータ、Z によるですね、この N の、微分です。はい。それで微分することによって項が1個減るわけですね。例えば具材で微分してやるとですね、具材の項というのは消えてしまうわけですね。で、プラスになったりマイナスになったりするわけですので、点の数も必然的に1点分減るわけですね。1点分、1次元分ですね。ですから、それを8つずつこうやって定義しているということになります。ここまでよろしいでしょうか。これで一応計算の準備が終わったということですね。で、次は、いよいよ各要素のループに入ります。で、まあ、今度0が今度ってのは、これはまあ、どっちにしろ定数なんで、一応なんで関係ないんですけども、熱伝導係数ですね。
で、IN1 から IN8 までのですね、この節電番号をまたこうやって取り出してきます。それで、それぞれをですね、このノットローカルっていう、あの、大きさが8のですね、整数の配列に格納してやります。それから、あの、まあ、8節線の XY 座標ですね、それぞれを X1 から X8、Y1 から Y8、Z1 から Z8 というところに格納してあります。まあ、これもあの、ノットローカルと同じように配列にしてやればよかったんですけど、まあ、ここはあえてなんかしてませんね。はい。まあ、もちろんこれ配列にした方が、プログラム的にはスッキリするんで、これあの、引数にこうやって全部書いちゃってるんですけどね。はい。あの、配列にしてももちろん構いません。で、これ途中で出てくるですね、この、QVC っていうのが、これがですね、この、あの、この係数ですよね。で、体積あたり発熱量は、このメッシュ中心の座標 XC、YC に依存します。ですので、あの、その係数としてですね、この、QVC というのを求めています。で、要はこれ、あの、8個の節点のですね、あの、XY の値を全部足して、8で割ってるわけですよね。はい。ですので、あの、それがこの XC プラス YC ということになります。それが、まあ、QVC という値で表されています。はい。なので、あの、9V というのはこれ実は 1が入ってますよね。ですから、まあ、あの、発熱量そのものというのはこの QVC で表すことができます。はい。まあ、ここまでで一応、あの、いろいろな、まあ、計算のための準備が終わったんで、あの、ここでヤコビっていうですね、このヤコビアンの計算等を読んでやっています。で、ここはですね、実はあの、結構主要な計算をしている部分ですね。で、ですね、あの、このヤコビっていう、あの、まあ、関数でやってることというのはですね、あ、引数、あ、これですね。まあ、入力がですね、あの、具材イーターセットによるですね、各積分点の、この、形状関数の微分の値です。はい。で、あと、この、XYZ の座標ですね。これ、8個あるわけですけども、それが、あの、まあ、こうやって入力になっています。で、出力としては、全体座標系、XYZ による微分と、あとは、あの、積分点における、あの、ヤコビアンの行列式の値。いうのが出力として戻ってくるようになっています。あの、ここにも正し書きがありますように、すべてですね、各ガウス積分点、あの、IP、JP、JP、KP という、あの、点が定められていますけれども、この点における値が、入ってくるようになっています。まず最初にこれ初期化してますね。はい。あの、この全体座標系における微分の値は全部、あの、初期化しています。で、ここでね、あの、先ほど、あの、紹介したこの公式、を使うわけですね。まあ、あの、さっき話したばかりですけども、簡単に流しておきますと、まあ、要はこれが公式なわけですよね。で、左辺が、あの、具材イーターZによる微分ですね。で、右辺というのが、この XYZ による微分に、この、まあ、ヤコビアンをかけたものになっているということですね。で、これがヤコビのマトリックス。まあ、J11 から J33 まで、こう、9個の成分を持っているわけなんですけども、そうですね、実際このヤコビアン あの成分というのは、この形状関数 この自然座標系における微分の値を使えばですね、簡単に求めることができますので、まあ、この逆行列をかけてやればいいということになります。で、ここでやってるのは、この dx, dq, dy, dq, dz, dq っていうのはですね、あの、ヤコビアンで言うと J11、J12、J13 というこの1行目のですね、各成分の値をですね、ここで求めてやっています。それで、まあ、J11 っていうのはですね、あの、N の、あの、Z による微分に X の座標の値をかけて、それを8個足してやればいいわけですよね。はい。ですので、これ見てやるとですね、あの、まあ、PNQ のこの、JP、KP という点におけるですね、あります。で、あの、1番から8番まで、この N があるわけですね。で、座標が X1 から X8 まであるということで、まあ、それぞれに対応したあの成分をこうやってかけてやって、足してやれば、この、J11 から J33 までが求まるということですね。で、まあ、同じようにしてですね、あの、他の成分も求めることができます。
で、まあ、DXD、DYD、DZD というのが2行目ですよね。で、3行目が、まあ、T で微分してます。これは Z による微分ということです。で、3×3 の行列のですね、行列式っていうのは、これ、公式によって、簡単でもないですけど、求めることができて、まあ、これ、こういう、求め方ですね。2次元の時に比べるとちょっと難しいですけれども、3×3 の行列の行列式は、これ、公式によって、積分点におけるデターミナントの値を求めることができます。それで、次はですね、ヤコビアンの逆行列っていうのをこうやって求めてやらなきゃいけないんですね。これを求めることによってですね、これを自然座標形における微分にかけてやって、全体座標形における微分を計算するという手順になっておりますので、ヤコビアンの逆行列を求めてやる必要があります。で、これもですね、公式によって求めることができます。それぞれ成分を A11 からこう A33 まで定義してやりますとですね、まあ、コエフっていうのはこれ、逆行、じゃない、行列式の逆数ですね、失礼。行列式の逆数にですね、まあ、それぞれの成分のですね、このかけて引いてっていうのを、計算してやるとですね、ヤコビアンの逆行列というのを求めることができます。はい、で、まあ、とりあえずこの行列式の値はですね、絶対値を取っております。これ後で積分で使いますので、絶対値を取って使うということにします。それで、まあ、この式ですよね。要は、A11 から A33 までをですね、それぞれ、この、自然座標形における微分にかけてやればいいと。まあ、かけて足してやればいいわけですよね。ですから、PNX というのはですね、A11 かける、これ、A12 かける、これ、A13 かける、これっていう形で計算することができます。A11 かける PNQ ですね。A12 かける PNE、E 単による微分です。で、A13 かける、まあ、セットによる微分。で、これが全部で8種類ありますので、まあ、1から8までやるということですね。これが1個目の成分です。以下同じようにしてですね、Y による微分、Z による微分というのも、求めることができます。で、その時は、それぞれですね、この、ヤコビアンの逆行列の2行目と、このベクトルですね。3行目とベクトルという形で、こうやって計算しています。これが Y による微分が2行目ですよね。で、Z による微分は3行目という形で求めることができます。はい、ですので、これによってですね、各積分点におけるですね、その各形状関数8種類ありますけれども、この XYZ による微分を求めることができたということになります。はい、ここまでよろしいでしょうか。何か質問ありますか。そしたらですね、これを使って、まあ、数値積分をやって、この行列の成分を求めてやるんですね。で、それを全体マトリックスに足すということをやっていきます。で、まずですね、この IE、JE っていうのはこれ1から8ですね。で、IP と JP というのが実際の接点番号です。はい。で、まあ、IP に対する JP の成分というのをまあ求めるということになるわけなんですけども、これ実際には素行列で CRS 形式で、格納されておりますので、まあ、このアイテムにおけるアドレスですよね。何番目の非ゼロ非対角成分かっていうのを、探してやる必要があります。で、これはですね、まあ、この3次元になると、非ゼロ非対角成分の数も多いので、実際に、探索しながら、正しい値があったら見つけるという方式をとっています。で、それを書いてあるのがちょっとちっちゃくて恐縮ですけど、この下の部分です。はい。まあ、要は、この IJ 番目の成分のですね、全体マトリックスにおけるアドレスというのを探してやらなければいけないんですね。で、まあ、割と、原始的な方法で、IP と JP が等しかったらですね、これは対角成分に入るわけですので、まず JP と IP が異なるという仮定に立っています。
それで IIS と IIE っていうのは、このインデックスの IP-1 プラス1とインデックスの IP ですので、まあ、IP に対する非ゼロ非対角性能ということになります。で、そのアイテム K の中にですね、JP というのが見つかったらですね、その K というのがその KK っていうですね、対応するバンチということになります。ですので、この KK っていうのをですね、まあ、ちゃんと覚えておく必要があるということですね。はい。そしたら次はですね、これは実際にですね、この積分をする部分になります。この IPN、JPN、KPN というのがですね、この、積分点のですね、番号ですね。はい。具材、イーター、セットということで、内側から IPN、JPN、KPN というふうに並んでいます。それで、まあ、それぞれのところで計算するのは、まあ、こういう積分の計算ですよね。で、その中で、まあ、この部分がですね、ちょうど FX になるわけですね。この、微分をかけて、このヤコビアンの行列式をかけるのを忘れてはいけませんということですね。はい。それで、ですね、この IE と JE というのが、それぞれのこの I と J に相当するですね、1から8までの数です。で、PNXYZ の I と、PNXYZ の J というのがあってですね、まあ、I の方は、NI の微分ですね。J というのは、J の微分ということで、まあ、先ほど、ヤコビアンという関数で計算した、この積分点におけるですね、それぞれの番号に対応した、この PNX、PNY、PNZ というのを、覚えさせてやります。それで、まあ、計算というのはですね、まあ、この COFIJ というのが、そのですね、値に相当するわけなんですけれども、この、ちょっとこれ、分離してて分かりにくいんですけども、PNXY、PNXJ、PNYI、PNYJ というのはちょうどですね、このラムダを除いた部分が、その計算です。それで、この COF、今度0っていうのがこの、これですね、熱伝導係数が入っています。で、COF っていうのがですね、これがですね、ちょうどこのヤコビアンの、行列式と、あとこの重み係数を3つかけたものですね。これが、合わさったものということで。まあ、だいたいこの FX に相当する、この赤でかかった部分がですね、この COF かけるコンド0かけるこれっていう、この緑の部分に入っているということになります。はい、ですから、まあ実際、積分を計算するときには、この赤い部分にですね、この重み係数をかけて、で、足してやるわけなんですけども、まあ、ですね、重み係数はもうここでかかってるわけですね。で、ヤコビアンのこのマトリ、行列式とですね、あと熱伝導係数とこの微分の和がかかった状態ということで、まあ、この赤と青をちょうどかけたものがですね、ちょうどこの緑の、この部分に相当するということになります。まあ、こうやってですね、行列の成分を、それぞれ積分で計算してあります。ちょっとこうやって拡大してありますけどね。ちょっと前の字がちっちゃいので。で、ですね、まあ、これ書き直してもよかったんですけれども、まあ、この赤い部分ですね。赤い部分というのが、これによる、器用ですね。で、青い部分というのが、ちょうどこの、はい、こちらということになります。で、ここでいう COF っていうのが、重み係数かける、このヤコビアンのこの行列式なんですよね。はい。なんで若干、分かりにくくなっているかもしれませんが、これ全部合わせるとちょうどですね、この部分ということになります。はい。こんな感じですね。はい。よろしいでしょうか。はい。でですね、これで、計算ができまして、もしですね、IP と JP が等しければ、この COFIJ は、対角項に足されます。で、もしそうでなければ、この AMAT の KK 番目ですね、さっき計算しましたけれども、そこに、入れられるということになります。まあ、それぞれ、対角成分、あるいは非対角成分に、計算、加算されるということで、まあ、計算が行われます。
あとはですね、あの右辺ですよね。あの右辺の計算というのは、これ、形状関数を使って、実施されます。で、あの、SHI というのは、この、IE のですね、あの形状関数の、あのこのガウス、積分点における値ですよね。で、あの、さっきのこの COEF に相当する、値を、この9ボルというところにかけてやって、それを、あの、出してやるということになります。それで、右辺ですね。右辺にこれを足すんですけれども、まあ、その時にその QVC っていうですね、先ほどのこの、座標の値ですね、これの関数をかけてやって、B に加算するということになります。はい。まあ、そんな感じでですね、右辺の計算がされるということですね。はい。ここまで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。ですね。そうしたら、じゃあ、境界条件の適用というところに行きたいと思います。基本的な考え方はですね、今朝お話しした、一次元の場合とほとんど同じです。ただ、まあ、データの量が若干多いので、少し、操作が複雑になっています。まず最初にですね、境界条件を適用するですね。この、まあ、ZMAX に相当する点を探してですね、今度は境界条件適用する点が1点じゃありませんので、その点をマークしてやります。具体的にはこの IWKX っていう配列があるんですけども、そこにですね、もし境界上の値であれば1を入れて、そうでなければ0にしておくというふうにします。ですから、IWKX の中身が1になっていれば、それは境界の点であるということになるわけですね。で、まず、その後ですね、行列のいろいろな操作があるんですけども、これも対称性を考慮して、各行におけるこのゼロクリアと、あと列におけるゼロクリアっていう2種類あります。はい。なんで、行におけるクリアっていうのは、まあ、各行を見に行って、その行の、この IWKX が1だったら、まあ、行をクリアしなさいということですね。で、こちら、逆に列がそういうふうになっていたらその成分を変えなさいということになります。これも具体的にちょっと紹介していきましょうかね。はい。で、こちらはまずですね、z イコール zmax である点を探すということになります。それで、まずこの iwkx の、まあ、1番目ですね、2つあるんですけども、1番目を0にしておくんですね。それで、ノードグループとですね。で、ノードグループネームをこうやって探索してですね、ZMAX になっているですね、グループ番号 IB0 を探しなさいってあります。で、その IB0 というグループに入っているですね、接点の、IWKX を1にしなさいということをここでやっています。まあ、これでね、Z イコール ZMAX の点のですね、この IWKX の値が1になるということになるわけですね。で、次はですね、これが各行と列の操作というのがここで入るようになっています。まあ、全体としてはこんな感じですね。で、まあ、これ復習ですけれども、一次元問題の時で、ですね、まあ、この点でですね、T1 イコール0という方程式が成り立つということで、これはですね、実は3次元になっても一緒です。境界条件が適用されている点において、0度に固定されてますので、t、まあ、1じゃなくて i ですけど、ね、ti イコール0という方程式が各点において成り立つということになります。で、1次元の場合はですね、まあ、そういう条件が入るのは1点しかありませんでしたので、まあ、その点の、まあ、1点決めでですね、0クリアをしてたわけですね、まあ、行と。列とですね。はい。で、これは境界条件の値が0でない値場合には、1回ですね、移行してから消去をするということをお話ししました。で、今の場合ですね、これもまあ原理的には一緒です。で、N、この点全部探しに行きますね。それで IWKX の値がですね、1の場合には、要はこの、0クリアしなきゃいけない点に相当するわけですので、右辺を0にします。で、対角成分を1にします。
で、あとですね、非ゼロの非対角性も全部見に行って、値を全部ゼロにするということで、まあ、基本的にやってることはですね、1次元のと一緒ですよね。非ゼロの非対角性分の数が増えているということと、あと対象となる点がですね、まあ、増えているということがあるんですけど、やってることは同じですよね。はい。で、次はですね、これに相当する操作をするわけですね。で、これはまあ、どういうふうにするかというとですね、各、点をこうやって見に行きます。で、各行のですね、非ゼロ非対角性分をこうやって全部見に行くわけですね。で、その点のですね、IWKX が1であったらですね、それに対応するこの A マットの値を0にしなさい。ということで、この0クリアを行っているということで、まあ、これもですね、1次元の時と全く変わらない操作をしていることになります。まあ、より汎用的というかですね、一般的ですね。はい。ということで、境界条件の、適用ができたということですね。はい。まあ、行列生成とですね、この、境界条件についてお話しいたしましたけれども、ここまでで何かご質問はありますでしょうか。はい。そしたらですね、あとは、この線形方程式を解くということになりますけれども、まあ実はこの部分はですね、一次元とまあほぼ同じです。まあ関数というかですね、サブルーチンにしたんで、ちょっとそこら辺のインターフェースが変わっているぐらいで、まああまり、変わるところはありません。まあ熱伝導はですね、結局一次元でも三次元でもですね、まあこの、一節点あたりの自由度の数って変わらないですね。温度だけですので、まあそんなにプログラムも変わらないんですよね。まあ、個体力学ですと、自由度の数が、3次元だと3倍に増えますので、まあマトリックスの解き方なんかもちょっと変わってきたりして複雑になりますけれども、まあそれは、この、熱伝導の場合にはないんですね。で、ここではですね、ソルブ11っていう関数を呼んであって、その後、CG というですね、ものを呼んでいます。まあ、これなぜこんなことをしているかっていうとですね、何種類か線形ソルバー呼べる場合もあるので、まあ、今はこの CG 法しかないですけどね、まあ、それを考えて、一回このソルブ11っていう一般的な関数を呼んでから、その中からですね、呼ぶようになっています。それで今まではですね、引数とか、まあ、この、モジュールっていうので、顧問変数みたいにして、グローバル変数で扱ってたんで、引数がなかったんですけれども、まあ、一般的な線形数値ライブラリを呼ぶようなことも考えて、こうやって引数を全部こうやってつけてですね、独立して呼べるようになっています。まあ、N、NPLU、B、AMAT、INDEX、ITEM、BX っていうことで、まあ、これは配列に関するいろいろなサイズとか、配列の中身ですよね。あとは、残差の打ち切り誤差とか、あるいは、反復回数とか、まあ、エラーですね。で、まあ、PFMI アレイと PFMR アレイという、配列に1回入れていた、反復回数と、判定値を、また、このイターとレジットっていうのに戻してやります。で、こうやってね、変数にして呼んでやってるということですね。で、この CG 法はですね、まあ、前処理付きの共益勾配法で、この対角スケーリング、あるいはそのポイントヤコビという前処理を適用しています。はい。まあ、これも、先ほど出てきてからいいですね。で、中身を紹介しておきますけど、まあ、そんなに変わらないわけですね。はい。で、AMAT と ITEM がサイズが NPLU で、他はまあ、ほとんど N ですよね。で、インデックスは0から N になっている。ということで、またこの RZ、QP、DD がそれぞれインテージャーで定義されているのも一緒です。はい。まあ、これが配列の中身ですけれども、まあ、基本的にはそれほど、変わらないですね。はい。で、WW っていうのが、ワークの配列になっていて、PQRZ、DD というのは、ベクトルの名前ですね。で、それぞれ午前中と同じようにですね、こういう形で格納がされていてですね、4番目のこの DD というやつは、対角成分の、まあ、逆数が、入るということになります。
まあ、ここではまだ宣言してるだけですけどね。で、まあ、配列をですね、こうやって、アロケートしてやってですね。で、DD にはですね、はい。対角線の逆数が入っています。で、ここではなぜかですね、なんか、あれですね、初期残算も一緒に計算してますね。はい。なんで、この部分ではその初期残差を一緒に計算しています。で、さっきと同じようにですね、この bNorm2 というのを計算しています。はい、であとは、実は一緒なんですね。mz イコール r を解くというのは、対角成分の逆数を、r の角成分にかけてやればよろしいということですね。で、ローはですね、rz のこの内積を計算しています。はい。で、ちょっとですね、このローゼロとかわざわざ計算してるのは、これ MPI 並列をやるために、なんかこういう、計算をしているんで、あまり意味はないです。別にこれローにしちゃって構わないんですけども、ちょっと余計な計算がちょっと入っています。はい、あとはですね、p、あとベータの計算ですね。これも全く一次元の時と一緒です。で、q イコール ap の計算。これも同じように、この CRS 形式を使って、行列ベクトル積を計算しています。あと、α の計算はですね、さっきも言ったようにですね、この、午前中にも言ったようにですね、ローはもう計算できてますので、pq の内積は c1 というところに入れてやって、α イコールロー割る c1 と。いう計算で求めています。で、次はこの x と r の更新ですよね。で、あとはこの dNorm2 ということで、dNorm2 と rNorm、bNorm2 のですね、で割ってやってですね、スクエアルートを取ったこのレジットっていうもので、収束判定をやってやるということになります。以上、ざっとですけれども、ご説明を申し上げました。何か、この三次元コード、午前中通してでも結構ですけれども、ご質問はありますでしょうか。なんで、三次元のところはですね、やはり自然座標系ですね、あれを定義して、理解するというのがちょっと、やや難しいところですね。で、特にこの計算をやっているところが、その、ヤコビっていうですね、関数なんですけれども、部分でそういう主要な計算をやっておりますので、そこのですね、オペレーションを理解していただくというところが非常に重要になるかと思います。はい、よろしいでしょうか。ではですね、最後の、並列有限要素平への道ということで、これはこれから並列、化するためにどんなことを考えていったらいいかということを簡単にご紹介したいと思いますので、じゃあちょっと休憩しましょうかね。はい。じゃあ、ですね。そんなに時間経ってないんですけど、ちょっとなんか今日は私の方が久しぶりにこんな長く話したせいか、少し喉が痛くなってきてですね、少し休ませてください。逆にですね、申し訳ありませんが。じゃあ、どうしようかな。5分休憩にしましょうかね。はい。じゃあ16時5分から再開にいたしますので、よろしくお願いいたします。